うわ、ちょうど座布団3枚ある。俺らの分あるぞ。今から、煽るのをやめたら、やられてしまうゲームをね、この座布団の上でやっていきたいと思います。多分昔やったことあるんですけど、もうずっとペチペチし続けて、和尚さんっていうかね、もうヒレオくんがね、見に来るのよ。時々。で、その時にサボってたら、まあ、やられてしまうんだけど、サボんないでずっとペチペチしてたらやられないじゃん。だからもう、後ろから来た危ない。サボらなくてよかった。そう。このね、めっちゃ疲れるんだよ、このペチペチするの。煽りかって。ヒレオくんが、観察っていうか、管理人ならこうやって見に来る。怖いよ。サボるとやられるんで、皆さん、気をつけてください。ほんとに。ヒレオくん見てないようで見ているのでね。やべ、もうめっちゃ疲れた。待って、マジで手つりそう。手つりそうだわ。でもジャンプしとこう、一応。頑張ってるところはヒレオくんに見せとこう。頭見えてる。ヒレオくんさ、ちょっと頭見えてるよ。てか、マジで痛い。マジで疲れた。ちょっとさ、誰かさ、場所交換しない座布団。俺一番左側怖いわ。何の意味もないけど左側怖いから、ちょっと誰か場所交換しない？移動していい？ヒレオくん。移動しちゃダメ？いや、よかった。ありがとう。OK, ありがとう。ちょっと真ん中でいいや。じゃあ。真ん中の方が安心感がある。二人が横にいて安心感がある。あ、今ヒロ君消えた。ちょっと疲れたから。休憩しとこう。こう、いない時にね、いかにサボれるかって大事だよ。ただ時々来るから気をつけなきゃ。バレないよね。やばい、これね、今ね、俺ね、今いる気がする。近くにいる気がする。気のせいか？大丈夫か？よし。俺だけやろう。やっぱ痛い。待って、上から来た。危ない。なんか来る気はしたんだよな。やばい、近づいてきた。警戒しすぎでしょ。ね、真下。踏みつぶしてんじゃん、足で。警戒してる。サボらないか。イカだけに、サボらないか。なんも面白くないわ、ちょっと。疲れた。何？あっちに行けって言ってるよ、俺に。特別指導室みたいなとこ呼ばれたんだけど。はい。行きます。ここですか？俺だけ。特別指導みたいな、なんか。あ、この子も、こっち来いって言ってる。なんか移動始まりましたね。イカちゃんに移動させてもらいました。でもね、移動してもペチペチはやめれないっていう。サボりたいもんなんで頑張って。ヒレオくん。ヒレオくん、なんだそれは。もっとやれってことかな。あー疲れた。なんかいい感じにサボってる人いるぞ。やっぱちょこちょこ確認してんだな。あ、見て、なんかサボってる人いる。全然ペチペチしてないじゃん、隣。いや、だよね。でも今ちょっとサボり気味だったよね、今。気づいたよ、ヒレオくんが。大丈夫か。ああ、座布団出ちゃったから、ほら。座布団出ちゃダメなんだよ。ね、押さないで。ヒレオが押さないで。やばい。座布団落ちたらやられる。座布団から出てもこれやられるので。無理だ。めちゃくちゃ押されてる。ダメ。戻っていい？どうだ。てか、踏むなよ。めっちゃ踏んでる。めっちゃ俺のこと踏んでる。あれ？あ、なんかどっか行った。と思いきや、戻ってきた。どっか行った。やばい、サボっちゃダメだよ。よし。ヒロ君、あっち行ったけど、戻ってきた。バレてないんじゃないこれ。何これ拷問みたいなんて何これ。痛い。ちょこちょこ当たってる、スプリンクラー。ねえ、死ぬ。スプリンクラーでやられる。ジャンプすれば当たんないかな。あー！ちょっ
なんでこれスプリンクラーでもやられるんだよ。あ、疲れた。俺ら失敗。チャレンジ失敗です。え？え？なんでこんなとこまで来た？なんでこんなとこまで来たの？ねえ。ねえ。なんでこんなとこまで来たの？落ちちゃった。今回はサボってるイカを倒します。この子たちがサボらないように僕は見ます。さあやるのだ、みんな。さあやるのだね。なんでやらんな。え、なんで俺に圧力がないのかな。なんか俺じゃ威圧感がなくてみんな煽ってくれない。みんな、煽ってくれないのすげえ、なんか悲しい、傷ついた。そう！そう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 ！煽ってるね、いいね、煽ってね。うん、君も煽ってる、いいね。キレよ？煽り方間違ってないか。一人だけ。まあ、それも煽りか。それも一応煽りだな。ペチペチじゃないけどさ。一応、煽られてるよ。ね、これ許すで、これどうしよう。ま、いいだろう。一匹だけこれでいいだろう。さあ、頑張って。もっといけるよね。もっと。ただもっといけるよね。もう、生きのいいイカちゃんならないと。そう、こう。そう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 、ちゃんとあるんだよ。そう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 、君もね。おー、ぐるぐるしてる、なんか。煽り方違うんだよな。まあ、そのままじゃあちゃんとやっててね。ちょっとトイレ行ってくるから。ちゃんとやっててね。なんかガチでトイレ行こうとしたらさ、なんかお守り。ここやっぱムツゴロウ、なんかお寺みたいになってるから、すごい。ちゃんとしっかりデザインされてる。そろそろ戻るか。ちゃんとやってるか、君たち。立ってたよね。まず立ってたよね。そしてこれ何？ヒレオくんいなくね？ねえ、身代わりの術はやめなさい。どこにもどこにもいない。どこ行った？は？ん？あれ？ねえ、ちょっといい。ヒレオくんどこにいるか知らない二人とも。ねえ、ゆうかどこ行ったか知ってる？知らん？だって、君たちの横でビーコンになってたんだよ。人が勝手にビーコンになることある？知らないんだ。ゆうか、ちょっと俺探し行ってくるから、じゃあまたペチペチしといて。二人とも。俺探し行ってくるから。ちゃんと煽ってくんだよ。ちゃんとね。そう。ちょっと探してくるから。行ってくるわ。どこ行ったんだあいつ。すげえな、これビーコンになったぞ。神隠しだ、ヒレオの神隠し。誰ともちゃんとやってるかな。おい、ね、今サボってた。絶対サボってたよ。はいアウト。いや待て、でもヒレオくんがどこに行ったか探しに行かなきゃ。ねえ、どこにいてたの？これ見てたんだ。マジで神隠しにあってんじゃん。で、ここ。ちゃんとやってください。ちゃんと苦行をしてください、苦行を。そう。間違っとるんや。間違っとるんや、煽り方が。もう、なんか、ひでおくんだけ、それ、しょうがないな、もう。じゃあ、威力俺、また。あっち行ってくるから、ちゃんとやり続けてくださいね。ちょっと、席開けるから、やってて、ね。よし。え？ついてきた。いや、ついてきてるよ、キリュウくん。ちゃんとやってる。おかしいな。ちゃんとやってたの？もう、後ろ見てくるね。もういい。いるいる。いやねえ、やってる、やってない。
ちゃんとやって。動いちゃダメだよ。座布団から出ちゃダメだからね。りょうくん。まさか。よし。来てると思う。みんなこれ、ひりおくん来てると思う。ちょっと見てみるわ。来てるやん。来てるやん。ひりおくん。アウトー